シャー即立戦。皆さんこんにちは、高橋です。はい、大の字になればあなたは最強。本日はですね、皆さんに、いよいよ明日オンラインのセミナーがあるわけなんですけども、大事な話をしたいと思います。もうね、マジで明日のセミナーは今までで一番面白い内容になってますので、皆さん期待しておいてください。マジで弓道は面白いです。私もこんな体の使い方があったのかというところで正直驚いてます。こんなに弓道って奥の深い内容があるんだなということが分かって、明日はですね、まあこういう感じで心とは何ぞやっていうところもお話しします。そしてその心っていうのがどう作られていったのかということとかも、これ日本の歴史とか見たら分かります。日本人がどういうふうに考えるのかとか、そういうところまでつながる非常に面白い内容が、まあ、弓と禅の世界にはあるので、これ全部お話ししたいと思います。はい。で、その日本における神様の話であったりとか仏教の話であったりとか、これは人間のてか日本人の心っていうのを深く作り上げているものです。この考えや心によってどういうふうに体の作用が起きるのかとか、まあ、どういうふうに体を使っていくのかとかっていうのはもう全部わかるんですね。まさにこの、弓を開く時の開き方でいっぱいあるんですよ。それこそこの間お話しした左の腕の筋肉、理想の使い方ですね。ずっと伸び続ける状態ってどうやって作られるのか、でずっと伸び続ける中でどういう風に腕が伸びると理想なのかと、これ昨日の上押しの話をしたわけなんですけども、はい、まあ、こういった腰を解放させること、そうすると腕の筋肉が伸びるようになります。第三の取り方が変わっていきます。そしてこういう風に体を使うとなぜいいのか、それはいわゆる筋力を使わず骨を使わず心で引くという意味が分かるんですね。じゃあこの心で引くって何なのって言ったら、もっとこれが詳しく明日内容分かるわけですね。はい、まあ、これはもう既存の弓道の先生は心とかそういうものって本当表面の口だけで喋ってるので、どういう風なのが心を使った弾き方で、その心って何ぞやっていうのをお伝えしたいと思います。で、今日はさらにその心っていう部分をですね、ちゃんと踏み込んで説明するとですね、こう人間がてか弓道をやっている時に反り腰になる最大なる要因っていうのも分かるんですよ。それをちょっとねお話ししたいと思います。なぜ反り腰になるか。それはですね、肩甲骨の前側が前に出るからです。もうこれの言葉の意味わかります。もうここまで踏み込んで明日説明します。明日はこの内容を理解したら断言します。反り腰とかなんか変な斜斜、斜平器ですね。斜形の変な崩れ、これ全部治ります。はい、それがこれです。もう見てください、この肩甲骨のイラスト。ここまで。ちょっと細かく使います。まず肩甲骨っていうのは前側と後ろ側があります。前側っていうのは内臓側の方です。内臓に近い方の肩甲骨の側と背中側の肩甲骨の裏側っていうのがあるわけですね。こう後ろ側と前側です。この肩甲骨の前側の部分がこう中に入っていくと反り腰になってきますよ。これ当たり前ですよね。まあまあまあそういうことなんですけど、明日やる内容っていうのはこの肩甲骨がこう前側にあるのを後ろに近づけるんですよ。そういうのをやります。だからこういう風に腕を上に上げた時に肩甲骨をちょっと観察してほしいんですよ。いいですか。まず肩甲骨が中に入るっていうのはこれ正しい体の使い方なんですよ。なんでかっていうと肩甲骨が出ちゃうと猫背になる。だからこうやって入れるんですよ。入れるんだがここで問題が起こるんです。それがこうやって腕を動かしてさあ引くぞって時にみんながよく起こるのはこの肩甲骨がこうあるとするんですね。こっち側が内臓に近い方、まあ、肺とか腸とかあるんです。でここ肩甲骨こっちがいわゆるここ触れる方ですね。これがねこういう風に中に入るのはいいんですよ。こうやって中に入るのはいいんですよ。ただこうなっちゃうんですよ。こうなの。つまり前側に対する意識がないんです。でこの肩甲骨の前側っていう部分だけを動かす方法っていうのがあります。でこれでイラストで見ればよくわかるんですけど、じゃあ肩甲骨がね入ることはいいんですよ。なんでかっていうと肩甲骨を深く中に入れないと背骨が中に入らなくてまっすぐ体が伸びない。
だから十文字に体が伸び合えないんですね。デブ作りで伸び合えないんですよ。ところがまたこれ伸ばすっていうのも単純に背骨がこう背中側に入って中に入ってない状態でやっても反り腰になってしまいますし、あの力が入ってしまうんですよ。だから中に入れるのが大事、仙骨を入れるのも大事だし、肩甲骨を入れるのが大事。しかしさっき言ったその肩甲骨を中に入れるっていうのがポイントある。これね、肩甲骨がねグッて中に入ってるんですけど、前側の部分が後ろに近づくようにしながら肩甲骨の後ろ側っていうのは依然として背骨の中に入っているんです。え、ちょっと待って、どういうこと。え、ちょっとね、肩甲骨の後ろ側が体の中に入れば背中は伸びれますよ。はい、そうです。え、でも肩甲骨の前、肩甲骨のこう後ろ側こう入れようとしすぎると肩甲骨の前の部分がこうやるとこう内臓が圧迫されちゃうんですよ。見てもらっていいですか。はい、内臓が圧迫されちゃうんですよ。肩甲骨の前がこの緑の矢印になるんですね。こう前側が圧迫されると不快感が出ます。これが先ほどお話しした心です。心で引くとか、心っていうのは内臓感覚のことを言います。内臓の感覚っていうのも整える姿勢、引き方、内臓まで考慮した引き書き方っていうのを勉強すると力が抜けていくんです。で、これ非常にシンプルなアライメントの整え方っていうのもあります。これを明日やってもらうんです。もう肩甲骨が後ろ側は中に入ってるんだけども、前がこうじゃなくてこういう風にするってことです。え、そんなことができるのって言ったらこれが答えです。はい、正しい肩甲骨の入れ方っていうのはこう入ればいいんですよ。ここが背中です。だから肩甲骨こう入るでしょ。これがねこういう風に背骨がこう体の中心の中にこう入るじゃないですか。そして肩甲骨も同じように中に入れちゃダメなんですよ。そうするとこういう感じで反り腰になる。正解はこれを中には入っているんだが、こういう風に入ってるんですよ。わかります？腕の筋肉をこう伸ばしてこう肩甲骨あるじゃないですか。こうやってグッと入れちゃダメなんです。こういう風にスライドしていくと背骨がこうやってね、こう肩甲骨あるじゃないですか。で、背骨あるじゃないですか。スライドしてこっちが肩甲骨がこっちに入るとすごく体の中に肩甲骨が入った感覚が得られるんですよ。こうイラストイメージしてください。ここに背骨があるじゃないですか。これに背骨こう入れるのは正解なんです。そうすると体がこう伸びれるから。だけどここの肩甲骨どうするんですかっていうと、肩甲骨と背骨を一緒にグッと入れると背骨になるんですよ。で、やろうとしてるのは肩甲骨、背骨はこっちに入ってるんですよ。これに入ってて、で、肩甲骨も一緒につられていくのかと思いきや、こういう風に動かすやり方を教えます。で、これは先ほどお話しした大の字で伸びましょうとか、肩甲骨開きましょうと言うんだが、開けますか？肩甲骨開けますか？肩甲骨を開くっていうのは翻訳すると、肩甲骨の後ろ側は中に入るが、前側が後ろ側に近づくようになるので、こうなってるんです。こうなってるんです。こうじゃなくてこうなってるんです。肩甲骨の前側が後ろに近づくように。でも肩甲骨の後ろ側、背骨がこうやって入るので、こうやって入っているので、だから両方合わせるとこうなるんです。だからこれこうならない。前側がちゃんと後ろに近づくように、でも上は開いて下が開くようになるんで、こうで背骨が中に入って十文字に伸びれるということです。これが上に伸びて、伸ばして肩甲骨のこの前の部分が中に入っていくと反り腰になってきちゃうんです。で、内臓もちょっと負担かかるんですよ。この内臓の負担も取るし、肩甲骨が内臓を邪魔してないし、だけど開くっていう、こういう体の使い方があります。明日これを報告します。これを体感した時に、日本人の心ってどうやって作られたのかとか、日本の歴史はどういう風に踏んでいったのかとか、人はどう感じるのかっていうところまでこれでも分かるようになります。これを弓道で体感してもらいます。私の明日のセミナーはですね、歴史、仏教、禅、もう弓の引き方、解剖学、そして的中も得てもらう、まあ、そういうね、あのセミナーに今後どんどんなっていきますので、こういった理論的に物理的に人の知覚反応であったり内臓の感覚っていうところがどうなるのかっていうところまで踏み込んで、本当に心と体が整った引き方っていうのを明日お伝えしますので、まあ、皆さん明日はですね、これ以外新しい私のサービスをやると途中で、で、これが分かったらね、初心者の人なんて弓道なんか楽勝ですよ。形だって整えるだけでしょ。だから弓道教室で教えるなんて、こうしましょう、ああしましょう、ああしましょうだけでしょ。中の内臓と筋肉整えたらこんな簡単ですよ。そこじゃないんですよ。もうそういう時代じゃないんです。もうそういうのを整えるのはもう終わったんです。令和の前にもう終わってるんです。これからの時代はいかに心と精神っていうところを感じながら弓を稽古できるか、日々を稽古できるかっていうフェーズに入っていきます。ぜひ皆さん
そういったと、そういったところもイメージしながら弓を引いてみてください。明日私がその入り口を授けたいと思います。以上です。2つのサービスを明日やりますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。